一心寺は大阪市天王寺区にある浄土宗の寺院。三号は坂松山。骨二つの寺としてよく知られている。天王寺公園に隣接した上町大地の崖線上に立ち、広い境内を有している。一心寺三門と二王像、本田忠友の墓文寺元年の春、四天王寺の別当であった寺園の妖精によって、 法然が四天王寺の西門の坂のほとりに島四面の草案を結び、荒見捧ぎの新別所と称し、後に、元空案と改名して済んだという。後白河法王が四天王寺三景の際に訪れて、法然と共に悲壮感を修した。当時草案の西は海を遠く見渡せ、極楽浄土の瑠璃の地のようであったという。慶長元年、三河国の僧侶であった。 本誉りアリム商人が、法年の旧跡である、この地で千日の念仏手法を行い、寿命三冠勝位に一心寺として再興した。彼の一心商名をもって、寺ができたため、一心寺という名になったと言われる。慶長5年2月、徳川家康の八南千千代が、大阪で溶接し、その葬儀を一心寺で行った。十字である、アリムが家康と同郷の出身であり、 また、家康が浄土宗の信者であったことにもよる。家康は、境内の坂の小松の姿を叩えて、坂松山の三号とその字額を送り、千地用の開名から、高岳院の陰号も送ったため、一心寺は、坂松山高岳院一心寺と改名した。慶長19年の大阪冬の陣では、家康の陣が茶臼山に隣接した、この寺に置かれている。 この寺には、翌慶長20年の大阪夏の陣の天皇寺、岡山の戦いで最前線に立ち討ち死にした、本田忠友の墓所があるが、彼は酒を飲んでいたため冬の陣で敗退し、家康に叱責され、見返そうと夏の陣で奮戦したが討ち死にし、死の間際に、酒のために身を誤る者を救おうという遺言したと言われることから、酒封じの神とされるようになった。今でも墓所には、 禁酒を誓う人がよく猛出ている。江戸時代、一新寺は、自社奉行直轄の段下を持たない、特別寺院となったが、文化文政時代には衰微していた。だが、五十世信仰商人が、天保年間の中頃に復興させている。復興の一員としては、庶民向けに宗派を問わずに年中無休で、無縁の礼を供養する、瀬が利くようを始めたことが挙げられる。これによって当時は、 おせがきの寺としてにぎわった。また、この評判から、大阪に、デッチ暴行で出てきた地方の次男坊らが、大阪で、先祖供養をしたいと先祖の分骨を、一心寺の納骨堂に寄せるようになり、後に納骨堂が限界を迎えるようになった。そこで、1887年に開園4年から、同年までに収められた約5万体の遺骨を、粉砕して、粉にし、鋳型で固めて、 阿弥陀如来像を制作した。これがコツフッツの始まりである。小堀演習好みの隙や八窓の茶室や、豊臣大阪城の三ノ丸にあった玉造り門を移築した黒門と呼ばれた大きな長屋門も有名であったが、1945年3月13日14日の第一回大阪大空襲で境内のほとんどと六体のコツフッツを消失した。戦後、 ガランを再建するとともに、1947年には、空襲で消失した千千分の六体の骨フッツの残骸に、新たに約22万体の遺骨を加えて、第七期骨フッツを完成させ、骨フッツ作りを再開した。以降は10年ごとに納骨された骨で骨フッツが作られている。建築家でもある、現長老。 高口康之の作った鉄とコンクリートの斬新な三門完成、彫刻家、神戸本男による阿行像、雲慶像や日本画家、秋の服による天女像があるや、新都会館である日思えどの完成など、現代建築による施設も見どころの一つである。空襲で焼け残った念仏堂は京都府南端市に移築されている。お骨仏堂に祀られている。 通常はお盆の間だけの背書き法要を年中無休でやっている寺として知られ、また、収支に関係なく、3経や1万円からの費用で納骨を受け入れる寺でもあったため、全国から多くの納骨が集まった。現在も年中無休で年2万ほどの法要と納骨を受け入れ、10年分を合わせて骨2つが作られている。現在は第7期から第13期海岸。 1997年から2006年末までの骨で作られているの骨ッツが安置されている。遺骨の総数は200万柱1月現在で大阪市の無形民族文化財にも指定されている。廃止された梅田墓地の遺骨も移転し収められている。また、宇野孔子の小説にもしばしば骨ッツが描かれている。当初は本来の墓の他に分骨を 一心時に収めて骨ッツにして供養するという形態であり、全骨の場合も受け入れてきたが、21世紀に入ってからの改装や墓じまいの増加の影響で、遺骨の持ち込みが急増し、対応しきれなくなったことから、2021年から持ち込める骨壺のサイズを小型に制限し、改装納骨は受け入れないという受け入れ制限を2020年1月に新聞広告にて発表した。 隣接する東側、チャウスさんの裏には、一新寺シアターとも楽という劇場を持っており、衝撃上演劇、コンテンポラリーダンス、落語などの舞台芸術を提供している。南側にある、南海所では、毎月3日間、一新寺門前同局寄せが、毎月21日には、21日寄せが、それぞれ開かれる。阿弥陀仏というより他は、 つの国の何話のこともあしかりぬべしちょっといい話。ありがとうございます。